くしかないなと思ってにゃんと猫のマークと肉球のマーク描いた。花絵ポーズしてだって。花絵ポーズ、花絵ポーズ、カニ、カニ似てる？どう？似てるでしょ。花絵のモノマネ私大得意。似てるかな。自分では全く思わない。似てるかな。自分では全く思わない。年齢いくつ違うだってだってどっちが上に見えるんだ。それはどっちが上に見えますか。なんかさ画角がさあんま良くないよね私の。どうしたらいいんだろう。あれだよこれ全部飛んなきゃいけない。こっち逆、こっちをカメラにした方がここがカメラになるから。なるほどね。無理じゃん。もう今更変えられたよ。うん。花江ちゃんが上に見える。絶対にそんなことないよね。どういうこと。お姉ちゃんです。夏休みの宿題終わったって言われちゃってるんだけど。今年自由研究をしてくださいって言われたら何する？え、活動をもうしてる中でってこと？じゃなくても、普通に。別に、普通に。うわぁ、何するかなぁ。でも結構真面目にやっちゃうタイプだから。今までの、じゃあ、うん、あの、小学生の頃は何をやってた？うん、待って、何やったっけ？あの、堆積岩とか変成岩とかをまとめた気がする。なんかすごい顔されたんだけど。まず、うん、地学をやろうと思わないもん。なんで？理科で一番地学が好きだから。マジ？うん。なかったけど地学高校になって。生物でしょ？とか。一番嫌い。え、マジで？大嫌い生物。わけわかんない。生物でしょ？生物わけわかんないよ、本当に。いや、でも、あの、小学4年生ぐらいの時から、科学実験教室があって、うんうん、お友達がやってるので誘われて通って、うん、なんかそこで夏休みは何日かの なんて言うんだろう合宿みたいなコースに参加して、うん、そこでこう翡翠なんかちょっとなんだろうな光るちょっと変わった岩石みたいなのを探してみたりとかするときにたくさん集めて、うんうんうん、新潟翡翠夢だよね。新潟に来たかも。あ、新潟に来た。糸魚川。そう。え、マジ？やっぱそうなの？え、すごいじゃん。それなんか、MC とかで話したら？話したことないか。公園の。翡翠糸魚川です、そういえば。でも意外とね、新潟来てる。加入前から。スキーも新潟だし。聞いたことない。うん。兵庫ばっかり、私は。公式ホームページに書いてるけど。兵庫も来たし。一番その6年間で頑張ったなっていうのはその中学、うん、小学校のは覚えてないんだよね。正直覚えてないけど地層のは友達と合作でやったから覚えて、うん、あと何やったんだろう。でもなんかその関係なく貯金箱を粘土で作るみたいなのは毎年やってた。コンクールいくつかある中で毎年なんか貯金箱はこう粘土を組み立てて水をこうペタペタって作って、なんかあるよね貯金箱の自由研究を提出した人の中から、うん、クラスだったか学年だったかで一人選ばれてコンクールに出すみたいなのあった。なんか普通に全体のコンクールにそもそも自由参加で出していいですよっていうのがたくさんある中の一つだった。でね、オカピ作った。動物？ってなるよね。動物でなんか茶色のなんか世界最大珍獣って言われてるかもしれないから珍しいんだけど、なんかね赤茶色の体にシマウマになってる足がシマウマ。イモムシ？シマウマ？イモムシでしょ？体はシモムシ。シマウマ。シモムシ。シマウマぐらいのサイズ感体長で
色は赤茶色の足が島になってた気がします。後で調べましょうね。神奈川県に住んでると、あの横浜に動物園があって、そこに行ってズーラシアにいる。なるほど。それでそう、それをよくおかびおかびの子を作った、めっちゃ記憶ある。親に手伝ってもらった。おー、しまう。なんかめっちゃ爆笑されてんだけど、そんなにおかしいかな。はあ、面白いね。花火も可愛いよ、だって。だよね。うん。え、何やってた自由研究。私もね、うん、あのちゃんと自由 研究を知ってほしいみたいなのが、うん、真面目な両親だったから、うんうんうん、あって、小学校2年生で、道路標識を調べたりとか、うん、うわすごい。あとは社会だね。川から、うん、あの川ってあの水の川じゃなくて、ね、じゃなくて動物のさ、あの 川、うん、川とからもうまず生地から筆箱を作ったり。え、なんかそ、え、ガタ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 みたいな。え、なんかすごい人いるんだけど。そう、私も結構自由研究に力入れてたタイプ。え、それもなんか方向が全然私と違った。うんうん、楽しそう。楽しい。え、作れるもんなんだね。あ、待って、あのさ、動物捕まえてきたの。違う違うよ、違うよ、それは やばすぎ。私にもほら動物を閉めてってこと。違う、売られてるやつね。何の皮が売られてるんだ。そう、何の皮で作るの。羊、羊の皮かな、かなんかで作ったかな。すごい。でもなんか私引かれちゃうからあんまり話してないけど、うん、その通ってた習い事の科学実験教室で、うん、解剖系のね実験もあったわけ、うん、だからいろんな動物をいろいろやってた。え、でもなんかそれリーカも言ってなかったっけ。あ、言ってたっけ。解剖同じなのかもね。ユーナはそれの興味あるタイプだから。興味あるタイプ、全然引かない。いいのってなる。でも本当に楽しいじゃ楽しい。めったにできないから。うん、お腹すいた。え、でもね、帰ったら食べるから大丈夫。だって花江が食べてるとこ見たことある？みんな、なかなかないと思う。でもたまに配信でパイナップル食べてる。みゆ見たんだけどさ、この間さ、うん、石川がいいのさ、うん、めっちゃねるねるねる食べてたよね。あ、作ったよ、ゆんちもらったやつ。え、あげたやつ。そうだよ。賞味期限大丈夫だった？あれ。あ、全然大丈夫だった、うん、だってチーク菓子でもめっちゃ長いから、うん、多分大丈夫だった。そう、配信、その時配信のイベントしかなかったから。いや、そう、なんか言うの、その一個前のシーンさんかのイベントで、うん、ユウがねるねるねる使ってたから、その時のやつでしょ。なんかわかんないけど、みんなにさ配ってたことない？うん、劇場にね、すんごい大量のねねるねるねるね持ってきてね、みんな食べてくださいって。そう、で、ねるねるねるね、あんま食べた記憶がなくて、うん、食べてみたいって思ってもらった。どうだった？美味しかった。あ、ほんと？よかったね。なんか、膨らむのが楽しくて、わーとか言ってた。え、でもなんかよく作ってるイメージある。あら、てかなんなら今日今作ってるのかと思ったら味噌汁食べてた。そう、さすがに劇場でよーしって作んないよ。作るぞ。うん、毛量の違いエグだって、見て。そう？え、でも多分薪が残ってるかちょっと取れちゃってるかの違いじゃない？いや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 、触ってみ、触ってみ、自分の音。ああ、全然違くない？確かに。
でもなんかめっちゃいい髪の毛。私、うん、ありがとう褒めてくれて。なんかヘニョヘニョしちゃうから私の弱っちい。触ったことないでしょ。どんなマウント。でも重さがあってすごい存在感を自分で感じる。これです。これ？うん。チャットでストレートって書いて、あのストレートは昼です。うん、昼夜に巻いて。夜4人もいました。コロネツイン。え、やったことある？コロネこれ、うん、あるよ。あるんだ。初めてだった。でも多分振りでこう移動の時ファーって言って人にこう絶対ぶつけてると思う。わかるわかる。狂気になってる。そう、多分ぶつかっただろうけど誰にどこかは分からないからここで言っとく。ごめんなさい。え、でも特に頭4脚は絶対今多分ぶつかってる感触はないけど髪の毛だから、うん、だってここ通ってるのに髪の毛こうやってふわふわ言ってるのにぶつかってないわけないと思って。まあでも そんなもんで。そう、カイリさんが可愛い系で普段やらない可愛い系でということだったのでコロネになりました。でコロネにするならじゃあツインストレートか。ってなって。うんうん。いやでももうストレートの高めツインは自分からはやらないなと改めて思った。似合ってるよね。似合ってるよ。コロネはまだねなんか馴染んでるけどストレートはびっくりするぐらい馴染まなかった。もう量がさそんな多くないからさ、うん、合ってたけど。そうかな。なんかルアちゃんは似合ってるんだけど私は似合わない。似合ってるね。だってそう優しい。ほらポキちゃんも可愛かったよ。うん、嬉しい。ありがとうございます。スモちゃんね。ねえ、確かにめっちゃこれはゆめさんのイメージ。うんうん、わかるわかる。でもストレートのツインをやって思ったのはこれを毎回やってしっかり似合ってらっしゃる方々ってすごいなと思った。私はもう違和感の塊。見慣れないだけだよ。うん、それも、うん、似合わないと思ってんのは本人だけ。でもさ自分でやって最初からあーなんかしっくりくるなとかは悪くない？ない？やってみて鏡見たらうわなることない？あるよ、これとか。なるの？なる。え、めっちゃ好きだけど。巻き下ろしとかの方が私はうんこれだってなる。自分からあんまりやらないもんね、ゆうなちゃん。うん、うん、あと3分。お、3分。三位刺繍。今日のイベント？イベントじゃないね、なんだっけ、キャンペーン。うんうん。花火だっけ。うん、すごい。うん、明日の公演もそれでお願い。うん、やらないよ。やだよ。明日おとなしめな髪型にしてそう。これにこれにちょっとはこれの反動っていうか。でもさ昼はさあくるりんぱか。くるりんぱは普通にか。でもストレートだったよね。上気ストレートだった。私なんか自由にしていいよって、うん、髪の毛自由にしていいよって言われたら結構巻いちゃうことが多かったの、うん、そう同じ同じ。そう、研究生の時に巻けなかったからその反動で自由になったら巻くみたいな感じだったんだけど、うん、
久しぶりにストレートやるとなんかちょっと清楚感とか初々しさがあってよかったかも。もうストレートのツインで初めてその何でもいいよってなってから初めて巻いてなかった。ああマジ？そうだよね、やっぱそんな感じだと思う。何かと巻きたくなっちゃうからストレートも大事だよなって思う。こまちゃんの処置、そう。23時59分まで？違う、21時59分。わお。そうなんだね。でも花火のさ、ギフトなんか素敵だった。めっちゃ。いつだっけわかんないけど、なんか昨日か一昨日かなんかに配信した時かなんかにギフト見て、ああ綺麗って思った。かわいいじゃん。ほらあれ思い出す、長岡じゃなくて柏崎の花火でさ、うん、なんかわーってこう一列にさ大変だったじゃん。あれみたい。あれでしょ、あの水の上の、そう、なんか尺玉なんとか尺玉花火ちょっとわかんない。いやーすごかったよあれ。だってさ、なんか、うん、しだれ柳っていうかさ、わーって降ってきてたもん。もうマジで落ちて、自分たちに降ってくるんじゃないかってぐらい近くて。そう、めっちゃ近くに落ちてた。そうナイアガラ、そう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 、ドゥエーやばいやばいやばい、くる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 って本当にあった。なんかあの警備員さんが前にいらっしゃったんだけど、警備員さんよりこっちに近いところに落ちてた。うんうん、マジで近かった。感動すごすぎた。昇格したらカラコンねするかもしれない。いらないよ。え、でも私はねすると思う。毎回するとは限らないけど絶対すると思う。ねえねえ、あのさ、ずっと思ってたんだけどさ、うん、黄色くない？何が？画面？うん、見てなんかフィルターかけてるのかと思った。あ、そういうこと？いや、こっちが何もかかってない。ちょっと、見て、見てこれ？うん、私、これはついてるけど、何にもこの辺ついてないかも。え、何が違うんだ？何？あ、これか。これ何もつけたことない。あ、そういうこと？私、北海道かも、うん。北海多分ファンの皆さん北海道もない、何残っちゃって感じで。あ、違うわ。でしょ？え、待って、オリジナルで比べてみようよ。オリジナルだよ、見て。あ、でもこっちの方が白いわ。北海道にするとかなり白くなるかも。あ、これが変わるのか。オリジナルよ。でも茶色い、なんか黄色い。あ、でもね、ブルーライトフィルターついてる、多分。ごめん、ありがとう。え、あのさ、ここら辺でさ、なんかでさ、ポキターって配信した時以来じゃない？え、そうかも。あゆが、なんか去年の、うん、6月ぐらい、そう、に3期全員とコラボ配信をするっていう企画をしてて、うん、それでポキターでやって一緒にやった。あ、ありがとうキャンペーン3位かな。すごい。これでまた、これでまた特別番組に、ありがとう、みんなありがとう。チコちゃんに会える。あ、チコちゃん来るのか、すごい。ありがとう、みんな楽しんでくるね。ありがとう、ありがとう、おめでとう、ありがとう。え、チコちゃん生で会えるってこと？チコちゃん、ね、あんまり言っちゃいけない気がする、あれって。だってあれテレビ番組では見てるけど、実は違う、待って違う
あなたが思っているチコちゃんと私が今思ってるチコちゃん違うわ。待って。私叱られる方だった。キャラクターとか言っちゃった。違う、叱られない方、あのね、STU48 さんの、うん、工藤理子さんが好きで、あの、合わせてあげたいって皆さん頑張ってくださって。会えます。ありがとう。もうね、10時過ぎたのでね、一旦この辺で終わりなのかな？壇上読もうかな？あ、うん。うん、もっと生きてんじゃねえよ。はい。終わりです。私も終わります。全然見せる？うん。先どうぞ。うん、いいの？よし。断じゅう読みをします。お、あ、待って、ごめんなさい、変なのしちゃった。映ってないね、ちゃん。いいよ、断じゅう読みぐらいいいよ、全然気にしないで。こうすれば映る。1位ケンジデスさん、ありがとうございます。2位キコさん、ありがとうございます。3位ライスちゃん、ありがとう、コロネチン。4位サンソンさん、ありがとうございます。5位エムデンさん、ありがとうございます。6位ブーさん、ありがとうございます。7位星の鼓動愛さん、ありがとうございます。8位パクさん、ありがとうございます。9位ノーベンバーさん、ありがとうございます。あれ、あ、9位10位トミヤスさん、ありがとうございます。11位アセトンさん、ありがとうございます。12位タッツンさん、ありがとうございます。13位新潟県のデルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。次、続きまして、私帰ってからもするから配信。お、私もするかもしれない。13位カジュポンさん、ありがとうございます。12位トマオさん、ありがとうございます。11位マコイモさん、ありがとうございます。10位アベベポキさん、ありがとうございます。9位ゴンちゃんさん、ありがとうございます。8位トッパキューさん、ありがとうございます。7位ユージさん、ありがとうございます。6位片山さん、ありがとうございます。5位ブッチャーさん、ありがとうございます。4位トモジシャリツオチュン、ありがとうございます。3位ハマッピさん、ありがとうございます。2位イチタさん、ありがとうございます。1位リュウさん、ありがとうございます。3位ありがとうございます。ではすごい、また後ほど。700日 &3 位ね。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。今日帰ったら、できたらやるね、できなかったらごめんなさい。じゃあまたね、バイバイ。バイバイ。せーので切ろう、うん。